こっそり来ちゃった。正体。いや、動画開始早々から私たちは何を見せられてるんだ。不倫現場みたいになってるんですけど、マリサ不倫したの？失明し、お前が不倫したとか言える関係性でもねえよ。ベヨネッタ姫。待って、ここで前回のスティーブ王子が。あなたのスティーブが参りましたぞ。てはあ。え？おい、これ結構ヤバい現場じゃないか？いや、ヒルドラみたいなドロドロした展開、私ワクワクしちゃう。言ってる場合か。お前、お前。やばい、これには王子もブチギレです。修羅場すぎる。殺せ！こいつは殺さないと！ベヨネッタ姫とどういう関係だ？君こそ誰だ？あの、止めた方がいいんじゃ。マリサ、こういうのは傍観が一番いいのよ。お前の性格が良くねえな、それは。俺は姫の婚約者だが。君のような男に、スライムいっちゃえ。おい、バカ持ち上げんな。ベヨネッタ姫は任せられない。生きた。なんだと？これまずい、マジで止めよう。はいはい、雷部もこっちに来て。は？ブス呼び出されたぜ。コラバシバシの雷だ。ふざけんな、エフェクトで盛り上げんな。ついでに俺の炎も追加。ふざけんなや。ちょ、煙っさい。うるさ、ちょっと待って、炎強しすぎて消せねえ。バカ野郎！ないがしろが燃えてるぞ。風だ、水、水。アホくさ。とにかく消火完了しましたね。エフェクトとしての炎で本当に城燃やすやつがあるか。こんな男がベヨネッタの。僕は絶対に止めないぞ。なんだこの男は、俺の婚約者のベヨネッタとベタベタしやがって。あのこいつに関してはマジで動く騒音。なんでこんな姫を好きになってしまったのか。まったく三人とも取り乱しおって、落ち着きのみで落ち着かせてやるか。このもののみ？ワンピースじゃねえよ。そなたちょっと使いを頼まれてくれ。てか、そういえば霊夢さん、今回一言も喋ってなくないですか？グースピーグースピー。実況中にお眠りしていらっしゃる？こいつあの修羅場と騒がしさの中で寝てたのかよ。メンタル強すぎる。なんとか誰か起こしてくれ。先にお礼渡しとこう。は、お金。やっぱお金のことになると過剰反応するんだな。てか、実況中に寝るとかありえないですよ。いや、ウプ主がいきなり投稿頻度上げるもんだから、実況と解説多すぎて寝る時間がないんですよ。あ、寝ててどうぞ。よし、いや、よくねえよ。実況事情闇が深すぎる。さあ、じゃあ森お口に今度は行くんですね。いや、でもなんか横にいませんでした？なんかかねて鬼似た何かがいたわよ。あ、こいつですよ、こいつ。え、業務の親が殺されたやつがこいつ？いや、話が飛躍しすぎだろ、エルフの飛躍かよ。そんな突っ込み方聞いたことないんだけど、ユニコ様に今日のお使いで頼まれた食材がこいつです。こいつがお使い内容なの？いや、ユニコ様に、これ今日のお使いメモだから頑張って買ってきてね、って渡されたメモの内容が、アジションとしか書かれてなくて、何それ、頭おかしくなりそう。でも多分こいつのことです、やっつけちゃいましょう。こいつ本当に食材なのか？食えるように言えんのだが、もう前回のグリ白川くんグリル焼き出したら、別の意味でより食えねえだろ、あれは。てか、前回の唐突のシリアス展開には誰もついていけてないって私が断言してあげる。本当にあの終わり方は常軌を逸してる。だって動画1から見返した時の俺ですら理解できなかったもん。お前すらできなかったら誰も理解できねえよ。アンコールタイム。よし、じゃあ私本気出しちゃおっかな。いいわね、ついでに私も本気にさせて。いや、その言い回しマジでやめろ。ライトニング。って何？私の本気のライトニング食らっても一体も倒れないのか？相手だことは思えない硬さしてますね。ここは慎重の私にお任せを。さつ、確実にとどめ。なんだその明らかに不足良い技は。僕はビーガンにこよなく愛されるアジション。でも待って、よく考えてみて。何こいつ、こっちに語りかけてきてるんだけど。これまた個性強いモンスターね。動物にも心はある。死に生きている。だから野菜だけ食べようって言ってるけどさ。僕ら野菜も死に生きてるし、僕にだって心があるんだよ。野菜の必死な訴えかけ。だからお前らは肉も野菜も食べないで飢え死にしろ。どんだけ無理難題の要求してるんですか。とにかく私のお使いの内容は、アジチョン、あなたです。320円です。了解しました。生きるのを諦めて品物としての金額請求してるんだけど。これが弱肉強食の世界、恐ろしいわね。あ、本当にあいつ野菜落としてる。そうよ、これ、これを待ってたのよ。あ、ゆゆこ様、アジチョンですよ。待って、私間違えたかも。アジチョンじゃなくて味の素だったわ。まさかの化学調味料の方。なんで味の素だけ頼んだんですか。味の素つければ何でもうまくなるのよ。わかる、俺もカップ焼きそばに味の素容器3分の1までかけて食った。もう味の素だけ食ってろよお前。じゃあ味ぴょんじゃなかったんですね。だとしたら完璧に味ぴょん無駄死にじゃねえか。お、は、まさかこいつ。じゃあ味ぴょんも今日から家事手伝ってね。しごもなを異様に使い回されてる。殺して、誰か僕を殺してくれー。はいはい、味ぴょんちゃん行くわよ。あー、アジチョンの一生が惨烈すぎる。そしてさっきのすごい修羅場だったね。スライムさん切れてたね。スティーブ王子は本当あれだね。グル、お前は城に戻ってろカス。みんなもマインクラフトやろうね。万全のタイミングが絶望的に下手。あの人が婚約者って。ベヨネッタ姫かわいそう。まあ、ベヨネッタ姫も明らかに言動に難ありですけどね。言動に関しては難しかない気が。おっと、ここで敵とエンカウントしていく。割と道中の敵だけでも尺取られるんですよね。はじめまして、私ペロリーナっていうの、よろしくね。ここで新しい敵ね。こいつは見たことない見た目ね。ふふ、あなたたちってさ、モンスター倒して捕食してるでしょ。いや、まああんまの道ではないですが、そうですね。じゃあ試しにあなたたちも捕食されてみない？いやー、全部が壊れた。
今非常にショッキングな映像が流れたんですけど、ノリノリだったぜ。衝撃的すぎる。こっから出して今行動できねえのかてか、なんだこの映像。見せつけてきてるんですけど、これで少しはアジキョンちゃんの気持ちわかったでしょ。たたき打ちってこと。いや私アジキョンちゃん大好物で試食だったから取られたのがムカついてるだけよ。お前もムカつくんじゃねえか。てかこのモンスターの見た目や行動に関してはさ、モンスターみたいなキモさがありましたね。いやマジで死ぬかと思った。唾液まみれになってるんだけど、あのモンスターだけは二度と会いたくない。トラウマになってる。そしてそんな間に私は新しい技を覚えたぜ。エクスプロージョンって明らかに強そうな魔法ですね。だが消費 MP 高いし敵4体以上じゃないとライトニングとかの方がいいから使い道は狭いかもしれないぜ。宿だ宿、早く城に入りたいんですけど。ちなみに宿には風呂がないわよ。は？ふざけんな。いや最初からそうだっただろ。え？じゃあマリサとか風呂入ってないの？さ、しっかりそこら辺の川で水浴びしてます。それを除くのが私の人生の至福です。いやマリサちょっと強く殴りすぎよ。今回は私じゃねえよ。え？じゃあ誰よ。邪魔だ、どけどけ。え？言った、誰よ。あいつ許さない。なんだろ、見たことない敵だったな。ってなんかめっちゃ横切ってるぞ。大魔王がいろんなモンスター引き連れてどっか行ってましたね。ピクニックとかじゃないですか。だとしたら大魔王どんだけアットホームなんだよ。でそれは前回のグリ白川くんローストじゃないですか。ねえさ、誰か食べて。無理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 。どうやらこの料理攻撃と素早さが上がる。ヨウム、ゴー。いやだー、皮肉にも美味しいです。美味しいのかよ。それは良かったわね。うわー、ただし後味は最悪です。あー、臭みがちょっときついか。罪悪感という臭みがあります。そんな料理絶対食べたくない。やっと野菜は苦手だわ。でも待って、このアジキョンの野菜全ステータス上がりますよ。めちゃくちゃ野菜強いじゃないですか。マリサは野菜苦手なのね。まだまだお子様ね。出ます。結局お前もダメじゃねえか、アリス。次からファミレス行った時キッズメニュー以外禁止な。君に通罰やめて。いやでもマリサとファミレス行ける時点でご褒美。多いな。なんかアリスが暴走してる時にあのモンスター呼んで横切らせるのありだな。ダメだわ、普通に痛いのよあれ。すいません、今たくさんの私の部下が横切っていきましたが大丈夫でしたか。お、なんか明らかにインテリみたいなやつがいるぞ。お、インテリデビル、お久しぶり。インテリ花人か、元気してましたか。無事テスト死んだけど元気だよ。物理が赤点だったけどね。それは元気でいる方が異常だわ。もっとへこんで。まあやっぱインテリ同士仲良いんですね。そうですね、でもすまないが今は忙しいからまた別の機会で話そう。ちょっと待ちなさい、あんたらの部下が私にぶつかりまくってきたのよ。そうですか、それはうちの部下が申し訳ない。代わりと言ってはなんですがこれを受け取ってください。は？許す許すわインテリデビル、むしろこれからもよろしくね。では私はこれで。なんでお前がそんな写真持ってんだよ。また会いましょう。絶対お姉主に悪いじゃねえか。待てごらん、殺すぞ。インテリデビルはむっつりスケベってことですね。いやヘラヘラ言うことじゃないですよ。マジであいつヤバいですって。あいつ次会った時消し飛ばす。え、礼儀よくていいやつだったじゃない。いや外面はいいけど絶対あいつ裏の顔ヤバいだろ。まあそんなことより風呂ですよ。風呂、ペロリーナに食われてベトベトなんですけど。だから宿に風呂ないって言われただろ。ないなら作ればいい。え、まずテストで死んでる一日を追っ払うじゃん。落ち込んでる人を追い出すにしてはオーバーキルすぎる。そしてここに風呂を召喚。いやそのレトロピューターなんでも出てくんじゃん。あとは熱風こっち来て。お、また俺になんか用か。熱風を起こして風呂の水温めろ。熱風にそんな役任せられるのか。でもまあガス通ってないので温められませんし、任せるしかなさそうですね。お前の炸裂熱風で温めろ。よっしゃー、やったるぜー。ドラさて絶賛宿が燃えてる最中ですが冒険に進みます。絶対勇かぶち切れてるだろこれ。これを機にモンスター入れるのやめてくれればいいんですが。まあそれはなさそうだから諦めた方がいいわね。お久しぶりだけ、今回は4体だけで来ただけよ。4体もいるじゃない。4体、あーそうだ4体ならちょうどあれが試せるな。お前らで試せるなんて最高だぜ。なんだっけその社会不適合者の不適な意味は。エクスプロージョン、これだけで死ぬの。いやその技強すぎだろ。あと笑いだけの出落ち感半端ないんですけど。ちなみにこれが簿記の最後の登場です。最後の登場があっけなさすぎる。最後にだけ、笑いだけ、笑いだけでたけだけしく生きていく。それだけを抱ければ、簿記の人生花畑、だけを。どう簿記の最後の別れの挨拶。感動した。いやどこがだよ。文学賞も夢じゃないわ。夢だわ、遠く儚い夢で終わるわ。敵とのエンカウント、多いですね。モンスターが実況割り込みすぎてどうしようもない。で、いやー、私も帰ります。ここでペロリーナの再来ね。宿燃えたのもこいつのせい。それは飛び火しすぎだと思う。ちなみに宿の炎が私のところまで飛んできたからね。本当に飛び火してた。では罰として食べちゃう。じゃあ他の人が食われてるのもヤバい。まあいいか。まあいいか。その状態でそれ言えるのどんだけメンタル強いんですか。もしくは相当なバカな可能性ありますよ。ねえはいいから早くここから出してくれ。でもまあいいならあそこにずっといてもいいってことですよね。よしじゃあこのモンスターたちスルーして進みましょう。強がったのは悪いから助けて。はい、マリサ置いてったら自力で出てきました。もうお前らと冒険するのやめる。わあ置いてったの悪かったですから許して。落ち着きの実をみんなが食べたら世界から恐怖も不安もなくなるのかな。え、確かに怒りや悲しみさえも抑圧できそうですしね。急に何を。落ち着きの実を見つけたらさ
うん、見つけたら宿屋で栽培して世界にばらまいて。いや、やってることが大麻なんですけど。確かにバレないように自宅で栽培してる人いますからね。みんなを自分の思いのままに。怖いよ、やめて。なんちゃってアハハハハ。正直マリサならなんか危ないキノコ自宅で栽培してみんなにばらまいてそうですもん。いや、偏見すぎるだろ。してねえよ。呼んだ？呼んでねえよ。どうやら王様によると落ち着きの実はこの辺に落ちてるって聞きましたけど、結構これ探しに行くだけでも時間取られちゃったな。あ、ありました。多分これですよ。草むらの中にあったんですね。よし、これをさっさと取ってあの修羅場を落ち着かせに行きましょう。急ぎ、お前遅刻だぞ。急いで最小の城に向かわないと。確かに俺ら二人だけ遅刻だからね。笑えねえよ。今なんかデビルが話してなかったか。急いで最小の城に向かわないとって言ってましたけど。いや待って、なんであのインセリデビルの部下が最小の城に急いで向かってるんでしょう。確かにあいつらモンスターだぞ。城に何の用だ。えへへ、マリサやっぱ可愛いわ。インセリデビルからもらった写真見てんじゃねえよ。って待って、その写真の裏なんか書いてあるな。え、あ、本当だ。なんて書いてあるんだろう。インテリデビルメモ、勇者が落ち着きの実のお使いを頼まれてる時に本計画は決行。大魔王が最小の城に侵入して姫の顔を奪う。そのために朝暮れデビルを実行犯リーダーとしてデビル複数体を動員。朝暮れデビルは王様の足止めを、デビルは悪魔の塔の道中の決められた位置で姫の顔を持つボスを警備する。本計画では私ことインテリデビルは出動はせず命令や前後だけを行う。てこれさ、つまりどういうこと。細かいことはわかりませんが、絶対に最小には危ない。